なんて言うんだろう、そういう暴力的なことっていうのは自分は本当はすごい小心者ですごい怖いんではないかと思う時があるんですよ。だから子供時代にあんまりそのいいとこで育ててないんで、そういう事件がよく見かけるんだけど、それに対しては人一倍ショックだったんではないか、怖かったからずっと印象に残ってるんじゃないかと思うんですよね。でそれが怖いから、それが逆に言えばそれの憧れに変わってるとこもあったんじゃないですかね。だからヤクザのおじさんが全然知らないけど隣で若い人に話してることを聞き耳立ってたことありますよね。それでその一言で喜んじゃったりなんかするんですよね。それはその言葉を聞いてるヤクザの子分よりも俺の方が、納得してる可能性もあるんじゃないかと思う時ありますね。花火で目つくなんてのは、ラーメン食べてた時に、お前ラーメン食べるのは相手の目の幅で食べるんだぜって言われた時、どういうことかなと思われた時に、この親もすごいやつだなって。その人は死んでしまってるんですけど、でもその辺のこうスタイルのすごさっていうのはあれですね。だから花火の時は随分使ってるんですよ。ナイフ出した時に背広を手に巻くとか、全部下町で見た光景なんですよ。だからそういうのはずっと残ってますね。こういうところはもちろん周りのスタッフは次に何が起こるか知ってるわけですね。はい、それは、この次の右側のやつを蹴り飛ばすのはやってなかったからもかんないですね、初めには。あ、そうですか。ついでに今月は利子も入ってないって兄貴怒ってんだよな。ちゃんと払えよ。あ、お前だって分かってんだろう。やはりお箸が画面に入ってるのは映しとけっていう指示があったんですか。普通のやつですよ。いや、そうじゃないです。普通なんかじゃねえ。サイズの人このサイズだろうって頭、うん、これが違う人なんですよ。あ、そうですか。リハーサルやったら俺顔面蹴っちゃったんですよ。スタンドインにやらしたんですよ。早いから。